ックル成功。せつな、あっぶねえな。女子は体育館だろ、なんで運動場にいるんだよ。泣き虫の銀ちゃんが寂しがってたらいけないと思って。何年前の話をしてるんだ。夫婦みたいだね、白羽さんたち。うちのダメ亭主がご迷惑をおかけします。誰がだ。だいたいこいつと結婚はねえわ。ほう、結婚するならやっぱり友恵ちゃんみたいな女性らしい子がいいよな。なんだと。銀ちゃんには渡さないぞ。友恵は私の嫁なんだから。なに、そっちかよ。まあ確かに対照的でお似合いかもな。誰が友恵と違って可愛げがないって。あ、始まっちゃった。じゃあね。ああ、俺赤石を殴りたい。は、なんでだよ。はい、何銀ちゃん。お前まだ教室？うん、今から部活行くとこ。ったく、しょうがないなあ、あいつは。今日は絶好調。体を動かした結果が出た時が一番幸せ。助かったぜ。せつな、ありがとうな。感謝してよ。これで貸し1ね。うわ、ケチくせえなお前。思ってた通り汗臭かったんだよ、金ちゃんの体操服。なんだと。いやあ、あいつは。今日は絶好調。体を動かした結果が出た時が一番幸せ。タックル成功。せつな、あっぶねえな。女子は体育館だろ、なんで運動場にいるんだよ。泣き虫の銀ちゃんが寂しがってたらいけないと思って。何年前の話をしてるんだ。夫婦みたいだね、白羽さんたち。うちのダメ亭主がご迷惑をおかけします。誰がだ。だいたいこいつと結婚はねえわ。ほう、結婚するならやっぱり友恵ちゃんみたいな女性らしい子がいいよな。じゃあね。ああ、俺赤石を殴りたい。は、なんでだよ。はい、何銀ちゃん。お前まだ教室？うん、今から部活行くとこ。ったく、しょうがないな。なんだと。銀ちゃんには渡さないぞ。友恵は私の嫁なんだから。なに、そっちかよ。まあ確かに対照的でお似合いかもな。誰が友恵と違って可愛げがないって。あ、始まっちゃった。